様、こんばんは。働きバチコとペツビ、ナレミはチビクロサンボ。本日も非常に楽しいお客でございましたのだ。子供たちは楽しいリズム遊びに、ドレミの音名で歌いながら弾くことで聞く能力も身についていきます。遊びを取り入れて子供たちの飽きないピアノレッスンが一番でござる。アンパンマン絵描き歌弾きます。
絵やイラストも子どもたちの個性がしっかり表れています。原色を好む子は活発で明るいピンクやパープル、パステルカラーを好む子はとてもシャイで人見知りがする繊細な気持ちを持った子どもたちです。みんな少し夏場は疲れていることと思います。楽しく遊び心を持って練習もちゃんと。今週はこの曲が弾けてよかったね、今度はこんな曲だよと先生が次の曲を選考体験をしっかりと弾いてあげることも大切になっていきます。それでは一句、夏休み明日そろそろどこへ行くのかな、3連休今日から始まる嬉しいな、今週もお疲れ様でございました。